ラリホーです。キャラコズニュースのお時間です。第20話では数十秒ほど楓おばあさんが久しぶりに登場し、推しの登場に興奮していたキャラコさん、物語に集中していたのかどうか怪しいところですが、汎用の夜叉姫第20話の直後考察を行っていたようです。まず第20話あらすじを紹介します。第20話は刹那の過去が明かされるストーリーでした。刹那は汎用の隠れ里にトアを連れてくると、自分の一番古い記憶は火事のあった後からで、焼け跡のそばにいたら怪しいものではないという聞き覚えのあるようなないような声を聞いて、アウンに乗るように言われ汎用の隠れ里へ運ばれていきました。邪剣様は生きるのじゃーと刹那を置いてアウンと飛んでいってしまい、刹那は汎用の子供たちと里をまとめる汎用の女性しおりさんと共に汎用の隠れ里で暮らすこととなりました。刹那のもとには時折文と共に小刀などの届け物があって、風を切れ水を切れと指示とかが書いてあったので、刹那は素直に修行をし始めました。しおりさんと6年ほど暮らした刹那はまた届いた文に、生まれた場所に帰るように書かれていたので楓の村へと向かいます。4歳の時に火事があったみたいで、6年くらい暮らしたということは、刹那はこの時10歳くらいですね。楓の元で暮らすも野党と戦って野党へとどめを刺そうとしたら、楓おばあちゃんが年半もいかぬお前にそんなことさせたくないと手を握って刹那に訴えかけます。すると自分は汎用だと言い残して隠れ里へ戻っちゃったんでした。うちやったらこのまま楓の元で甘やかされて過ごしたいです。里に戻った刹那、普段はしおりさんが強力な結界を張っているので、そこまで妖怪が来てもほぼ大丈夫なんですが、しおりさんが妖力を失う時、食の日を狙ってガガ御前という妖怪が里を襲いに来たんですね。それが3年くらい前だったそうです。そのガガ御前は侍を100人食べていたので、ちょっと飽きちゃったのかな、次は汎用を食べようとしていました。その後を追う弥勒と八右衛門、弥勒は妖怪退治を依頼でもされてきたのかどうか、なんでここに来たのかっていうのは不明でした。ガガ御前が襲いかかり、刹那は戦って、弥勒も戦いに参加するが吹っ飛ばされます。刹那は動けない状態にされ、しおりさんたちが食べられそうになると、ここで殺生丸様の BGM が流れて、てー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 ってやつですね。はい、なんと刹那に流れる妖怪の血が刹那を暴走させます。するとね、なんということでしょう、さっきまで元気だったガガ御前さんがという間に、サイコロステーキ先輩じゃなかった、ランチ1500円くらいしそうなサイコロステーキ御前になってしまいました。ここでガについてちょっと補足すると、アニメ犬夜叉に出てたガ系の妖怪っていうのは、実はガテン丸、ガラ丸、ミノー丸と意外とねガの妖怪が登場してて、丸ばっかりやったのに今回は御前とね、ちょっとレアなんですよね。っていうのと、このガーたちは戦ってると進化というか見た目が大きく変化する系だったのに、ガガ御前さんはね、なんと変化する前に調理されてしまったという、はい、どうでもいい情報ですね。はい、暴れてしまった刹那を止めようとする弥勒、後ろから抱きついて止めようとするしおり、突き飛ばされたしおり、あ、どうなるどうなる、あーっと弥勒がなんか怪しいものを刹那に吸わせた、心配するしおり、かわいいしおりってなって、しびれ薬を吸わせたと告げる弥勒、ガガ御前の持ってた金光の巴を使用して刹那に妖怪の血を鎮める封印を施します。すると弥勒はね、なんと以前しおりと会ってたんですね。再会を喜び、しおりは母が病で亡くなったことを報告し、弥勒はねその後去っていきました。刹那はしおりに里を出るように説得され、また楓の村に戻ったんです。その後退治屋に誘われたという経緯だったことをね、とわに伝えました。
刹那はたまに里へ来ては妖怪が来たら追い返すことをしていたということで、刹那推しにとっては体感5分のストーリーが展開されました。それでは今回の考察に入っていきます。しおりさんが妖力を失う日について、今回登場した画家御前によると、結界を張る半妖というのは食の日に妖力を失うようです。食の日というのは日食や月食のことを指すのかなと思われます。太陽、月、地球の3つの位置関係から太陽や月が隠れて見える天体現象で、昨の日の新月よりはレアな現象になるから、食の日は昨の日よりも回数が少なくてちょっとお得感あるね。今回はお昼にしおりさんが妖力を失ってたので日食だったっぽいですね。あの感じやと刹那は黙って食の日には欠かさず里に戻ってセコムしてそうですよね。文について、刹那に届いた文かなり達筆でしたね。邪剣はお前とは言いそうにないので、摂政丸が指示して邪剣に書かせた説が熱そうです。いやー、でも摂政丸様が書いてるところも見たかったですね。刹那の記憶について、刹那は記憶があるのは火事の後からだという感じだったので、火事以前の記憶を奪われているのが確定しました。なぜそこの記憶を奪われる必要があったのかっていうのはわからないのですが、火事の直後、夢の胡蝶により記憶を奪われ焼け野原に座ってたという時系列かと思われます。弥勒法師について、弥勒と八右衛門がなぜあそこにいたのかっていうのは不明です。弥勒が千日修行をする前の話で不良法師時代だったということは分かりました。そして刹那と呼んでたんで、弥勒がなぜ刹那を知っているのかが気になります。生まれてすぐ摂政丸に連れて行かれて、弥勒は出産時も立ち会っていないので、名前はサンゴちゃんから聞いていたにしても、すぐ刹那だと気づいたのは怪しいところですよね。八右衛門について、阿波の八右衛門だぬきはね、弥勒の舎弟やったんですが、今回肩書きが弥勒のしもべになってました。八右衛門って実は犬屋社の壺には偽弥勒で登録されてます。ということは、以前夢で見た竹千代を屍屋に預けたのって弥勒じゃなくて化けた八右衛門だったのかもしれないですね。刹那ととは、刹那がしおりさんに手を出した時、とわがソータに手を出した時とそっくりなんですね。これ意図的に描かれたのかもしれないです。ちょっと感動ですね。これはもう摂政丸様と邪剣様の託児所選びが最高やったってことでいいんでしょうかね。ねえと考察しておられました。これからもアニメについて動画を配信していくので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ファンアートはツイッターでハッシュタグキャラ声か DM で送ってもらうと動画に登場するかもです。以上、キャラコズニュースをお届けいたしました。はい、お疲れ様でした。すいません、いつも次回予告の内容も含めてたんですがね、実はですね、はい、20話考察した時点でキャラコ力尽きてしまいまして、キャラコの HP はゼロよってことで、また今度アップしたいと思います。あとですね、昨日でこのチャンネル1周年だったんです。生配信来てくれた方本当にありがとうございました。これからも皆さんに楽しんでいただけるように、面白い動画を作れるよう精進していきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。ってことでね、これ尺稼ぎ、いや、意地悪言わないでください。はい、まあその通りなんですけどね。はい、バイビー。